これはいいものだ。わかる人いるのかな。ちなみにこちら爪楊枝入れとなっております。いいものだ。でもお高いんでしょ。なんとこれが1500円だったね。ガンダム店で、サントピアワールドで行われたガンダムワールド、2年くらい前だっけ。いただきます。で買いました、買っちゃいました。もうラベル剥がしたか何かわからない。普通の水ですね。なんか甘いお茶って感じし、ミルクティーって感じしないかも。まあそうだね、あんまミルク感を感じない。こうラベルを取ってしまうと、なんかネットで見たけど、この透明のミルクティーの範囲は、うん、国のえ、こいつ負けたの。あ、結構なんか今山積みになってるみたいな話は聞きますが、あのミルクティーって基本ミルクティー好きの人しか飲まない。レモンティーとかと違って、あとヨーグリーナとかと違って、ミルクティーカテゴリーに住んでる人しか飲まない。あ、そうなのか。そうやれてそうかと思った。私ミルクティーカテゴリー10人なので飲むんだけど、うん、でもミルクティーカテゴリーの人ってミルク感を重要視するんだよね。そうした場合ミルク感ダメないの。うん、そこでミルクティー好きはもう外しちゃうし、他の人は1回飲むだけで、ね、そんなにミルクティー飲まなきゃい人はもう飲む必要ないからっていうので飲まなくなっちゃう。ネタ枠なのか、悲しいネタ枠なのか、うん、悲しい。そう、でもサントリー的には本気で言ったのかな。うん、透明のメロンティー、メロンティーってなんだよ。間違えた、ミルクティーとレモンティー混じっちゃった。ごめんね、放送事故だった、ね、サントリー次はメロンティーだ。間違いないぞ、メロンティー。夕張市あたりとタッグを組むんだ。うん、メロンティーがどうしたの。ダメな、レモンティーは美味しいと思った。あれはコクが必要ないからだよね。ああ、うん、だいたいティー自体さそんなに俺飲まないんだけど、うん、ほらこうやって手を出さない人が。うん、ちょっとニッチすぎちゃったかな。うーん、まあそっか、まあネタ枠だな。でも透明なコーヒーもいけるってことだね。いけるかな、香りだけって考えると。匂いだけつ、まあ缶コーヒー自体がね、うん、コーヒーの名前を冠した合成飲料だからね。うんうん、透明なボス出たとか出るの。うん、なんかこういろいろクリアマウンテンとかね、透明感のある仕事ができそうですね。仕事できそうな、さっとやってくる感じで。へえ、そういう負けてたのかお前。うん、その、まあ、確かになんか安売りされてる印象があるわ。うん、何をもって勝ち負けて難しいけどね。うん、品切れ商法もあったりするわけだし、でも結構安くなってる気もするねこれは。うん、うん、俺もミルクティーちょいちょい飲むけど、うん、外すわ確かに。な、飲んだ時のコクがないというか、うん、そう、コクがないの、ミルクミルク感がないってやつや。そうそう、ミルク感がないの。そう、やっと分かってくれた、うん、またミルクティー好きはそのちょっと重さを、重さというかね、にを求めて飲んでるから、 そこにちょっとマッチしなかったよね。そんなあなたにカフェラテ用のわブライト、これだけで一回ブライトって館長わかん、ガンダム重ねてきた。あ、待って、うん、気づいてなかったの。そう、気づいてた。そうだ、水に流してやろう。これを入れればこの、うん、コクのないミルクティーも、コクが出るんじゃないかと。色つくけどね。と、溶けられる、溶けられる、溶けられるってなんだ。え、入れるの、溶けるかな。冷たいのだと無理じゃないかな、かな。現にこれお湯入れて大体下に溜まって溶けてないってこの間言ってたじゃないですか。うん、言ってた。溶けてなかった。バリスタじゃなかったけど、バリスタじゃなくてドルチェグストの、うん、入れたからね。で入れて、バリスタはあのピヨ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 って勢いがあるからね。かな、もう下に丸ごと溜まってた。こいつの説明も入れたいけど。そう、こいつな、うん、もうそれだけで一回潰せるよ。うん。もう一回それで紹介する。
俺ね、うん、横の流れでいいけど、うん、ネスカフェブライトカフェラテってカフェラテって書いてあるんだから、そうで安くなっててこうシールもちょうど貼ってあって、うん、もう56円でカフェラテのスティックのカフェラテ飲めるんだったらいいじゃん、ね、みたいな、うん、バリスタにもって書いてあるけど、そうそうそう、まあ、お湯入れてバリスタでね、うん、飲むんだろうなと思ったら、うん、で開けてみたら、うん、カフェラテ用でした。そこ私今ズームかけてくればいい、ででんって、うん、ついにギワーダダンカフェラテ用なのでただのブライトです真っ白な粉しか出てこない、袋入りのブライトです。そう、もうワクワクしながらカップに注いだね私は、ひどかったわ、あれ気づいたの俺だよね、ただそうだ俺だよ、なんか飲もうと思ってカフェラテあったよね、うん、みたいな感じで、うん、蓋開けてガッてやったら白いなみたいなよく見たらカフェラテ用って書いてカフェラテ用だけどさ、うん、確かにブライトってミルクだもんね、ミルクだもんね、粉ミルクだもん、粉ミルク、うん、クリープだもんね、うん、違うけどねうん、要はクリープでしょ。そう、うん、もう言われてみればそうなんだけどさ、まあ、そうなんだよね、割とみんなブブブ間違えちゃったねみたいだけど、信じてるともうびっくりする、ね、まあ、絶対間違えて買ってった人いっぱいいたでしょ、いるよね、だってうち2箱も買っちゃったもんね、うん、まだある、はい、ドドンドドン、ツーブライト、うん、いくらだったっけ、それも56円、税込み60円、安いで、カフェラテが飲めるんだったら安いじゃんと思ってね、そら売れ残るよね、売れ残るわね、そう、そら見切り品で残るわって感じ、うん、でも残るほどみんな気づいてたんだって偉いなって思わない、あ、まあね、うん、あ、でもこれ売り場によるんじゃない、あ、ブライトの横にこれがあったら間違いないね、うん、そうか、ワゴンセールのね、ワゴンセールのね、突っ込まれてると、うん、ドンドンといっぱい並んでたらね、うん、おー、安いじゃんと思って、ま、買いました。売れ残りには訳があるんで、ありますね気をつけましょう、うん、慌てて買わない、うん、まあ、買っても60円だし、そうそうそう、だ60円だしなってとこ、コーヒー飲むから普通のコーヒーに入れればいいだけだから、うん、ちょっと割高なブライトだわ、うん、というわけで買うときは気をつけようという話でした、はい、でした。終わっていいのかい？いいよ。